Thank you.
も続くウィンターカップ2回戦、シエロ対ジュビロ、注目の一戦です。実況は私、安塚博史。今日のこの試合、解説は元ミスターマリノス、木村和司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。守備的になっています。 5-3-2 というシステムを取ってきました。手元の時計で30分になろうというところ、シエロ、さあここからリズムに乗っていきたい。シエロどう攻めるんでしょうか。絶好のチャンスを受けた、決まった、シエロ先制、試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは川本、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。理想的な形ですね。前半45分が終了、1対0、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか。木村さん、早くもう1点取って安心させてほしいですよね。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。いい位置に走り込んでいましたね。ドンピシャリです。理想的な形ですね。手元の時計で30分を回ったところです。ボールはジュビロ、シエロ、どう出るか。一旦後ろに下げます。鈴木、左に短いパス、さあどこにパスを出すか。シエロ、ディフェンスラインが崩れたところを狙われた。ドゥンガ、クロスボールを上げるチャンス、ゴール前蹴った、決まりました、ゴール。後半30分を回ったところです。ジュビロ、1点をもぎ取りました。タッピア、きっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。最後に決めたのは達也。キーパーもいい反応してますね。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。後半40分になろうというところ、シエロ勢いがあります。藤田、止められません。通った、絶好のチャンス、上がっていきます。
ちょっとマークが甘かったか。さてどうしますか。ただペナルティーエリアまで行くか。遠藤大きくクリア。手元の時計であと1分。シエル、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。巧みなパスワークで上がります。それもありでしょうね。サイドチェンジで流れを変えるか。しつこくマークしています。鈴木、うまく抜きました。シエロ、逆サイドスペースができているぞ。ペナルティーエリア内で張っている。左からのセンタリング、合わせた、決まった。ジュビロ同点ゴール。いやー、これは意外な展開だ。シエロ、キーパーがっくりとうなられています。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ピンポイントにクロスを入れてきました。ここは守備がボールウォッチャーになってしまった結果ですね。まあ典型的な守備のミスですね。後半戦が終了しましたが、未だ同点。今日の試合延長 V ゴールへ突入します。延長戦になりましたね。勝負は一瞬で決まります。気を抜かないでいってほしいですね。木村さん、ジュビロ、戦術変更があったんでしょうか。そうですね、ゾーンプレスディフェンスを引いてきましたね。シエロ、ディフェンスの連携がいまいちか。さてどうしますか。藤田、安定したパスを見せます。右サイド、センタリング要注意です。延長前半開始直後、シエロ、キーパー座り込んでしまっています。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。最後に決めたのは中山。この選手をマークするのは一体誰だったんでしょうかね。ディフェンダーももう一頑張り必要ですね。この試合 V ゴールで幕を閉じます。シエロ、この試合敗れてしまいました。シエロ、2回戦で敗退してしまいました。いやー、紙一重のところでやられてしまいましたね。放送席解説は木村和志さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう。さよなら。さようなら。
Thank you.